アイテム番号、SCP-21。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-21 は人間の皮膚に寄生する変寄生虫です。従って保管方法は、成人男性1人を保管するのと変わりません。ほとんどどの収容室でも十分にこと足ります。対象は現在留置場27A の被験者 D-139 に収容されています。SCP-021 のホストにはクラス D の職員が適任です。被験者が SCP-021 のホストとして生存している限り、彼は通常行われるクラス D 職員の月ごとの解雇から免除されます。説明。SCP-21 は東洋風の大規模かつ精巧な竜の入れ墨の姿をとり、約 0.8 メートル四方の皮膚を覆います。この入れ墨は完全にそのホストの皮膚の範疇内であれば動くことが可能であり、二次元的な空間のみとはいえ大部分は通常の動物のような挙動を行います。入れ墨の移動はホストに対し大規模な入れ墨及び入れ墨の削除に匹敵する恒常的な痛みを引き起こします。この生物はほとんどの時間をホストの胴体で過ごす傾向があります。SCP-021 は基本的な食事と運動以上の知性を示しません。とはいえ実際のところに地元の生物の知性を測定することは不可能であるとここまで証明されています。SCP-021 はホストの皮膚に存在する色素だけを食べるように見られます。これはメラニンも含まれ、この場合被験者が尋常性白斑を患っているように見えます。しかしながら、この生物は他の入れ墨に対して特に際立った執着を見せ、天然色素に向かうよりも優先的にこれらを飲み込もうとします。留意すべき点として、食事のプロセス自体は、移動の感覚を超えて、無痛であるということです。通常の入れ墨のインクは単純に消失します。あたかも、食べられた、かのように。この生物は一定のサイズを維持し、排泄は確認されていません。この生物は、1時間あたり皮膚の0、6平方メートル以上をクリアにすることが可能です。また、ホストの皮膚自由に果実や小さ動物の入れ墨を、素早く、掘ることにより、SCP-21 に、餌をやる、こともできます。SCP-021 は様々な形式の身体的接触により、それぞれに異なる成功率で、別々のホスト間を転送することが可能です。転送に成功したケースでは、この生物は単純に一人の人間から別の人間へと、泳いで、移動しました。成功は 93% の確率で、最も信頼できる転送方法と思われます。しかしながら、その際に含まれる激痛により、理想的ではありません。二つの開いた傷口での接触が通常望ましいと思われます。転送は、被験者が死体となっている場合より複雑となりますが、法外というわけではなく、また、この生物はホストの死による悪影響を受けず、色素を食べ続けます。別種間の転送が可能かどうかは不明。以前の実験ではそれが不可能または非常に稀のどちらかであることが示唆されました。SCP-021 はいくつかの利点をホストに与えます。この入れ墨はアドレナリンの放出及び再摂取を促進し、乳酸の蓄積を減少させ、筋力を強化し、自信を増大させ、ストレスの多い状況下で痛覚に対する耐性の増強を提供し、従来の弱さと疲労による影響を減らすことが証明されています。また、タプーは宿主の免疫系に何らかの有益な効果を持っているようです。攻撃性傾向について、一般平均より高くなっています。しかしこれは入れ墨による効果なのか、単に入れ墨から与えられる痛みによるものなのかを未だ観察する必要があります。強制関係の期間は通常、ホストが日常生活の中でこのような痛みにどれくらいの期間耐えることができるかによって制限されます。多くの場合被験者は痛みに耐えかね自殺しました。稀なケースとして、被験者は致命的な皮膚病の犠牲となっています。SCP-021 の起源と性質は謎となっています。ホストからホストへの転送歴を秘密裏に追跡することは非常に困難であり、加えてこの生物は数百年、あるいはそれ以上生きているものと考えられます。しかしながら、SCP-021 の保管都市月は財団の歴史の中でも最長の一つであり、データ削除済み、都市近くに及び、非常に教育となります。現在の研究では、二次元での生活の特性を観察することに主に焦点を当てています。